That's Samurai Ken's Channel. こんにちは、サムライケンです。今回はですね、珍しく1日に2本の動画を撮ってます。1本目が終わったんで、いよいよ2本目ですが、今回なぜこんなに、一生懸命動画を撮ってるのかというとですね、いよいよ今日3月15日火曜日、iOS15.4 が公開アップデートされたんですね。それで今回はもう矢も立ってもいられず、すぐにこれを紹介しようと思って動画を撮ってます。何がそんなにいいのっていうとですね、そうです、大体の人が楽しみにしていたマスクをしていても、あの顔認証でロック解除できるというね、そういう機能がアップデートされたんで、今日はそれを試してみたいと思います。ご覧ください。もう私、あのアップデートが終わってましてね、こちらマスクを着用時にフェイス ID を使用する、ね、これをどっちが選ぶのかな、こっちですね。そしたらこれでセットアップをしていくわけですが、まず顔をカメラの枠内に入れてください。それから顔のすべての角度が表示されるように円の中で頭を動かしてください。うん、やってみましょう、ね。こんな絵が出てきます。では開始。枠内に頭を入れました。ゆっくりと動かす。はい、1回目のフェイス ID 終わりました。そしたら2回目ですね。2回目の時は眼鏡を外してくださいと出てますね。得意の眼鏡外しですね。では2回目いきますよ。続ける。はい、枠内に入れてやってみます。ん OK。 はい、これでフェイス ID がセットアップされました。で、マスク着用時にフェイス ID で使用する別のメガネ設定で追加できます。まだ他にですね、メガネを持っている場合はそのメガネをつけてやってみてくださいということですね。まあこれはちょっとメガネは今これ1個しか使いませんので、次いっちゃいます。飛ばして、それ以降は Siri と音声入力の改善とかですから、これは今はしないと。で、ようこそ iPhone へ出てましたね。では早速やってみます。白いマスクからね、やっていきます。さあ、ではできるかな、やりますね。これはまだ解除できてませんよね。ところが、はい、解除されました。では白いマスクは OK。 では黒いマスク、はい、一応まだロックされてますね、これは。で、このままで、おお、ほうほう、解除されました。黒でも OK です。マスクをしても顔認証できるようになりました。ロック解除できるようになりました。これは嬉しいです。このコロナの時代ですね、コロナの時代ね、マスクをしてる時間が多くなりましたからね、これでこれが解除できるっていうのはもう嬉しいですね。それから花粉症で悩んでる方もこのマスクをしたまま解除できる、嬉しいですね。で、私の場合特に指紋認証がダメなんで、とにかく顔認証でないと不便なんですよ。もう指紋がね、本当に冬になると特に薄くなっちゃいましてね、ガサガサになって、もうほとんど指紋認証の機能が果たしてませんから、このマスクをしても顔認証ができるようになったっていうのはもうね、 iPad Pro も買いですね、これはね。
iPadOS の方は後でまたねいろいろ試してみますけどね。ということで今回はマスクをつけたまま解除できる、それを記念した動画でした。さらばでござる。また。